はい、じゃあ龍が如く7続きをやっていきます。で、大海原資格学校でこの宮越さんっていうこの女を抱くためにちょっとあの資格試験を全部合格しなくちゃいけなくて、全部合格したらちょっとイベント始まったんで一時停止にしてます抱いていこう。菅さん、全資格の習得おめでとうございます。渡したいもの、サブストーリー49。ありがとうよ。これもイカリア、宮越さんのおかげだ。そんな、私なんて何も。ただ案内してただけで、お役になんて立ってないです。何言ってんだよ。いつも笑顔で声かけてくれただろう。宮越さんがいたから、こんなバカでサボり症の俺が最後までやり遂げられたんだ。感謝してるぜ、宮越さん。春日さん、やっぱり素敵だな。ん？あ、そうだ。資格をすべて取得した方には渡さなきゃいけないものがあるんでした。お、そうなのか？何をくれるんだ？その、二つあって、一つはここではちょっと渡せませんかね。なので、場所を変えましょうか。ついてきてくださいますか？え？あ、うん。ここなら大丈夫かな。すみません、お付き合いいただいちゃって。いや、で、くれるってのは？はい、まずはこちらです。おお、卒業証書みてえなやつか。ろくに学校も出てなかったからこういうの憧れてたんだ。大事にするぜ喜んでいただけてよかったです。ああ、そういやさっき渡すものは二つあるとか言ってたよな。もう一つは？もう一つは…え？あ、その…もう一つは私です。宮越さん、ちょっとその抱きつき方不自然なんだよな。私の笑顔に励まされたって下すぎねえか。ちょっと聞きましたけど、私も同じなんです。いつも元気な春日さんの姿や、一生懸命試験に向き合う春日さんの姿、それを見て私も元気をもらっていたんです。宮越さんだから、卒業してもう会えなくなると思ったら私寂しくて。春日さん、お願い、私の愛の検定試験受けてくれませんか？愛の検定試験宮越さん！わお。ふうじゃねえよ。春日さんってやっぱり思った通りの人です。どんな時でもすごく真面目で優しいんですね。何してん？どこで何してんだよ。そうかな。その、これからも時々学校に顔出してくれますよね。都合のいい女だな。でも出します、はい、顔だけにしとけバカ。よかった。その修了証書と同じように私のこともずっと大事にしてくださいね。それじゃまた。資格学校入って本当によかった。いやあ春日くん、イカリ、なんでもない、なんでもないぜ。渡したいもの、エンド。なるほど。宮越が雇用可能になったんだ。次から次へと、まあ、バレなきゃいいからね。うん。最低かよ。はい、じゃあ、ミレニアムタワー行きましょう。はい、行きましょう。いよいよ最後の戦いだな。もう準備は大丈夫か？大丈夫だよ。よし、行くぞ。神奈川一区、天野健一、当選確実。神奈川二区、
彩博物。ニックだよ、一番。いよいよ乗り込むんだね、ミレニアムタワー。ん？なんだよ、見えてんのか俺らのこと。そう言っても差し支えないかな。部下からユーたちのムービーが送られてきてるんだよ。はぁ、あ、それで2時間前に天道もタワーに入ってったそうだ。間違いなく彼はいるよ、一番の予想通り。マジか。よし、ありがとうよ。ただし、ここは魔王の城だよ、一番。そして天道は最上階だ。ユーたちの計画がうまくいくことを陰ながら祈ってる。オーケー、サンキュー、ニック。よっしゃ、行くぞ。は、盛大なお出迎えだぜ。みんな、用意はいいな。行くぞ。バトルはちょっとサクサクカットしていきますね。はい、オッケー。そう、レベル結構上げたんだよね、また64ぐらいか。強くなった気がするぜ。強くなれましたね。強くなったな。やった。ふう、全部倒せたようだな。こんな調子で上まで続くのかしら。いや、さすがにそこまでじゃないだろう。だが俺たちが来ることは想定済みらしい。まあ、この先どんな罠が待っているかわからねえ。みんな気を引き締めていこうぜ。 OK、 行きましょう。うん、ちゃんとアイテムは取っていこう。しかし妙に荒れてるな。さっきから薬とかサプリメントの瓶が転がってるんだけど。ああ、この先に何か言いやがるぜ。おっと、階段発見だ。階段？まさかここから最上階まで登るの？まあ、そうなるかもしれないな。足がきついよ。他に方法がないんだ。仕方ねえだろ。張り切って登っていこうぜ。ういす。おんぶしてやれ、おんぶ。はい、行きましょう。この先に天道がいる。ああ、そうなんだ。ちょっと待って。いよいよ来ましたね。ちょっとここに来るまでもう敵がずっと戦ってるだけだったんで、敵と、うん、なんで飛ばしました。特に何もなかったです。はい、少しずつこう階段登ったりエレベーター登ったりとか、エレベーターで上に行ったりとかしてるくらいだったんで、まあ飛ばしました。飽きちゃうと思うんでね。はい、じゃあ天道行きましょう。
探し物は見つかったかい？天道。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声。そないなもん、あったところで何の証拠にもならねえ。それでもあの人にとっちゃあっちゃならねえもんだ。だからあんたまで駆り出されたんだろ。ご苦労なこった。そういうことかいね。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしない人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは。そうかい、このわしっちゅうことかいの。どのわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけ。蒼天堀じゃ、本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川の方やっさんでさえな。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげで、わしにももういっぺんてっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。感謝しとるんやで。天道、てめえ。せやさかい、あの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまで、わしゃその目をじっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのは、このわしのとびっきりキュートな笑顔や。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんな、クソ野郎。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。え、春日一番。まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる。褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせ。こいつも竜背負ってんのか。最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。こいつは、やっちまおう。ほら、うらまさかあの天道とやり。そういや、飛ばしちゃった。でもそんなこと言ってたよな。そこまでのやつなのか。やつの現役時代はボクサーとして強さ、スター性、全てが揃っていたよ。正直俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手があいつさ。どんなやつだろうと関係ねえ。許さねえぞ天道。私の番だ。ああ、やっちまいましょう。ほら来いよ。竜の予告やばそうだな。これこれやばそうだね。これは強烈なのをやる気だぜ。ああ、正面に立ってるやつは注意しなくちゃな。でもどうしろってのよ。とりあえず防御だ。身を守ることに集中して何が来てもいいように警戒しとくんだ。うん、これはやばそうだね。この防御しよう。OK。
キリュウカズマ読んでないからこれ見とこうか一回。うん、やっとこう。舐めないでくれる？こいつに決めた！デリバリーよろしく！死にてえやつだけ。かかってこい！あれそんな強くねそんな強くねえな畜生。お、半分まで来たよ。結構時間かかったわ。しゃあない、本気出したるわ。やばい。ここに来てメリケンサックかよ。まさしく鬼に金棒ってとこだな。あんな硬い外壁ガラスが粉々よ。もしあれで殴られたら死ぬかもしれんな。気を抜くなよみんな。オッケー、引き続きやっていこう。客の喜んだもんや。あいつ、なんか急にガード固めたぞ。また違う技か。ガードと同時にパワーを貯めてるんだ。ガードが解かれた時でかいのが来るぞ。いよいよ奥の手を出してくるってことか。天道の現役時代、俺はあのガードが破られたのを見たことがない。もし破れれば勝機が見えるかもしれないのか。あくまでも可能性だけどな。少なくとも初めてのことで面食らうはずだ。やってみるしかないな。みんな今のうちに集中攻撃だ。ああ攻撃するんだ。オッケー。じゃあサテライトレーザーぶち込もう。ブッチャーズショー読んどこうか。まだ読んでねえからな。おいしそう。聞いてんのこれ。やべえんだけど、多分これでいけるな、もう。うん。どうしようかな。いや、普通にサテライトレーザーの極め、多分これでもう倒せますね、これ。ド派手にぶちかませ！オッケー、勝った。いやー時間かかったこいつマジで。まだ終わるんじゃねえぞ天道。最後にきっちりおやつさんの分を受け取ってからくたばれや。そうですね。今回の衆院選を振り返りますと、
まさに歴史的な勝利と言っていいかと思います。実に議席の3分の2を大きく超えています。民事党が国民の民意を得たと、その分大きな責任を背負ったと受け止めております。総理、青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか。大変大きかったです。荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし、青木さんの功をなくしては語れない選挙でした。青木幹事長、今の総理の言葉を受けて一言お願いします。今回の選挙で民事党は大きく変わります。この国を良くしたいという我々の思いは、中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けします。これまで深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ、既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日のもとにさらします。私のこうした理念は、かつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず。何幹事長、あの速報はどういうことでしょうか。殺人で逮捕状とありますが。いえ、どういうことだか。手違い。そう、何かの手違いです。記者の皆さん落ち着いてください。何かの手違いが起きたようで。青木幹事長、青木亮という名は本当の名前じゃありませんよね。そうですよね幹事長。ちょっと幹事長、説明お願いしますよ。あなたの本名は荒川雅人。先日横浜で殺された暴力団組長荒川真澄はあなたのお父上ではありませんか。すみません、総領事ご退場を。幹事長、待ってください。幹事長、説明してください。荒川雅人って名前に聞き覚えありますよね。青木亮は偽名ですよね幹事長。だから天道とは電話が繋がらないんだ。もう何度もかけてる。荒川組の事務所も誰も出ない。でそっちはどうなってるんです。総監、私に逮捕状って一体。確認中です。そのニュース速報というのも確認が取れていません。テロップは民事党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性があると聞いていますが。仮にそうだったとしても、それをテレビ中継してたんだから同じことでしょ。多くの国民があのテロップを目にしたんだ。誰が何の目的であれを流したのか、早急に説明をつけなくちゃならないんです。とにかく今は警察に動かないことです。ミレニアムタワーへ行くのも避けるべきかと。そうはいかない。一番が、春日一番が、もし荒川組で証拠を抑えていたら後始末が厄介でね。その時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります。後で動かなかったことを後悔しても遅いんだ。天道の親父とはまだつながりません。今連絡のついた若い衆はミレニアムタワーへ向かわせてます。いいだろう。俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れ。ええ、わかりました。これを一番がやったってのか。あの一番が。天道。へ、どうも。なんでずっと電話に出なかった。
見ての通り、ちょいと忙しかったんですが。沢城の隠してた音声データは？ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ？あ、そうか。ハッタリだったのか。そうか、そうだったか。ふん。で、一件落着でっか。いや、まだだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でも、もうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと？全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。どうだい、俺の演技力は。なかなかの役者じゃねえか、春日。だろ？今度オーディションにでも行くから。どうでした、俺の芝居は。一番。お前なんで？わか、まだ続きがあるんです。天道。どうも脇が甘いですね、青木先生。あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとした。は？何を言っている。一体何の話を。ああ、なるほど。ミラーフェイスか。二人？さすがだな。ミラーフェイスとはよく例えたもんだ。ミラーフェイス。いろんな人間に姿を変える私の通り名なんですよ。いやー、しかしこれってスクープだよね。青木亮、春日一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令。大スクープだわ。素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろ。バカ。もうここまでですよ。潮時です。一番、てめえがこの絵を全部描いたのか。若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、あんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてました。あんたも俺をよく知ってるように、俺もあんたという人間をよく知ってますから。ふざけやがって。バカ、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。あんた、もう自分自身でも止まり方わかんなくなっちまってんでしょう。何？知事になって、昔自分をバカにした連中を見返して権力者になった。でもそれで何が手に入ったんです。今のあんたには大事な人間もいねえ。あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。持て余した権力に目がくらんで、てめえが何をなくしたのかも分かってねえ。ならその先は、手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だ。そんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ。知ったような口を聞くな。
てもそれが事実だろう。事実だとしても俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める。絶対に。やれ、こいつら全員ここで始末しろ。なになになに、あー、なに、ドイツがラスボスなのこれ。いいか、確実に始末するんだぞ。青木亮がラスボスってこと？東京都知事、青木亮。さて、もうやっちめましょう。ああ、なるほど。仲間を呼んでくるのね。はいはいはい。あれだけがっちり守られちゃうと、彼への攻撃は難しいね。まずは警護の連中を一人ずつ剥がして、動けなくするしかねえな。俺の番。舐めないでくれる？かかってきなさい。こっちに来い。いや、絶対負けない。あいつ、誰か呼び出す気か？都知事だもんね。どんな奴が呼べるんだろう。さあな、兵隊か戦車でも来るんじゃねえのか。何でも呼びやがれってんだよ。全部跳ね返してやる。さあ、最後は他人行儀で行こうか。真島さんかな、やっぱり100万払って。真島さんに美味しいとこ持ってってもらおう。よろしく。ああ、決まんねえ。くそ。逃げ出した。逃げてんじゃねえよ。また強くなっちまったか。大丈夫か、みんな。大丈夫とは言い切れませんね。全然大丈夫だよ。くそ、もう少し若ければもっと動けたのにな。こと聞かないわ。さすがにきついね。みんなしっかりしろ。そうだ、手当てを。俺らのことはいい。それより一番早く青木を追え。え、今青木の野郎は一人だ。あいつをぶん殴る絶好のチャンスだぜ。私たちのことはいいから、ここは任せて。行って一番。だけどよ、私たちが信用できないんですか。俺たちがお前の助けがねえと野垂れ死んじまうような野蛮な連中じゃねえことぐらいお前が一番分かってんだろう。お前ら決着をつけてこい。一番、どん底から這い上がった男の強さ見せてやれ。分かった、ちょっくら決着つけてくるわ。ありがとうよ。おめえらは最高の仲間だ。うん、で行くんだね。あれ、なんかステータスも低くなってんな。なんだこれ。どういうこと？すげえの飛んだね今。なんでステータス下がってんだろう。あ、いたいた。俺とサシなら丸腰でも勝てるって。調子に乗るな。
そう来なくちゃ。そのムカつくにやけ面ぶっ潰して二度と笑えねえようにしてやるよ。よし、行くぞ。ああ、戻った。1対1なんだね。札束でビンタしとくか。どんぐらい食らえます？ああ、まあいいダメージだ。弱いな。勝ったな、これ。投げっぱなしジャーマンなんだこれこんなんなかったよな。あれ覚えてたっけ、これ。投げっぱなしジャーマンってなんだよ。強い強い。でもただ技を与えていけば倒せんな、これ。路上狂気の極み、これもやっていこう。ああ、いいダメージだ。最初のやつを覚えてるのか。あの、なんだっけ、最初のジョブのやつを。なるほどね。見せてやるよ。当たんなくてイライラしてんだ。最後は、あ、真島さん行きたかったんだけどな。まあ使ってねえやつにしようか、ゼロ円の。ここら辺も使えねえんだよな。夜出勤 NG だから。コケコッコ。最後は別のやつにやってもらおう。決めた。デリバリーよろしく。悪いぞ。ナマスになってもらう。あれ、決まんねえな、畜生。はい、オッケ
生まれ変わったんだよ。だからだからそれが何だってんです。だから俺はこの日本をきれいにしてみせる。それを俺はできるんだ。多くの人間がそれを、正義を望んでいるはずだ。でも実際のあんたは好き放題やって他人にケツ吹かせるしか能がねえ。なんだと？今のあんた、どんな人間であろうとちょっとでも邪魔になりゃすぐ使い捨てる。この先もあんたの言う正義ってやつで、おやっさん殺したみてえに何人でも平気で殺すつもりだろう。ほっときゃ沢城の頭だって殺されてたはずだ。ずっとあんたに尽くしてきたあの人まで。人間にはな、二つの種類がある。使う側と使われる側。つまり替えの効かない人間と、いくらでも替えがいる人間だ。なんだと？あいつらは所詮使われる側の人間だ。俺とは違う。だったら使われる側は犠牲になんのも仕方ねえってことかよ。多少は分かってきたか。ふざけてねえ！てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みたいなもんだ。もちろんてめえが光だぜ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってた。本当に初めから全部持ってたのに、なんであんたそんな人間に。警察だ！全員そこを動くな！春日、ただの警官じゃねえぞ。総監の息がかかってるはずだ。指示。ここで一体何が？あんたは一からやり直すべきだ。いや、やり直さなきゃならねえ。一旦全部捨てて、どん底からやり直しましょうよ。若なら、どん底からまた這い上がれますって。そのためなら、俺も昔みてえに、ずっと、いつまでも、そばにいます。それがおやっさんに、俺が組に入ってからおやっさんにずっと頼まれてた仕事なんですから。俺たちを殺すために異人町で爆弾使ったのは天道だ。その命令はこの青木亮から出された。そして死に損なった俺らを見た青木亮の反応が、それでこいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。異人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと？全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。
ってくるなんてことがないようにな。この映像はすでにネットへ上げられています。民事党にはアンチも多いようで、多くの人間が瞬く間に拡散させていますね。警視総監の判断を仰ぐ必要があるかとは存じますが。あまりいい状況ではありませんね、知事。ひとまずここは出ましょう。署までご同行いただけますか。さんに俺の面倒を頼まれたから一緒に一からやり直そうだと親父がどうの、杯がどうの、俺は昔からヤクザのその家族ごっこが大嫌いだった。義理だ絆だと仲間意識を押し付けてくる、鬱陶しくて仕方ねえんだよ。銃を下ろしてください、若。警官を人質になんて取ったら、いくら若でも殺されちまいます。俺はもう家族が死ぬのは見たくねえんです。家族？笑わせんな。誰がてめえの家族だ。若が何と言おうと、俺にとって若は家族なんです。生まれて初めてできた友達なんす。なのに俺はあんたが暴走すんのを止められなかった。そして親さんはもう帰ってこれねえ人になっちまった。でも若はまだ帰れるところがあります。帰ってきてください、お願いですから。そっくりだな。え？つくづく何から何まであのクソ親父にそっくりなんだよ、お前は。そういうところが昔から好きになれねえんだよ。
言ったでしょう。俺は若がどんな人間かよく分かってるって。もしかしたら若何もかもリセットしちまいてってどん底からでもやり直してって思ってくれてるかもしれない。そう考えたらここを目指すんじゃねえかってそんな気がしたんです。分かったような口聞きやがる。ふざけんじゃねえぞ一番。ここにいるのは俺と若だけだ。だから銃なんか必要ありませんよ。そいつは俺に預けちゃくれませんか。夢のって女覚えてるか。夢の俺とお前の人生が大きく動いた18年前のあの日、俺を捨てたあのホステスだ。ああ、堀之内の神さんになってたよ。都知事になる前、奴の警視総監就任パーティーに呼ばれてな。そこで知った。当然俺は素性がバレないよう装ったかな。そんな俺にあの女なんて言ったと思う。あなたには持って生まれた知性と品性を感じますだとさ。笑えるだろ。裏で俺のことを下品だの怖いだの見下してたあいつがそんなこと言うなんてよ。どうだ、傑作だろ。わかん。所詮そんなもんだったんだ。俺が名前を変え、体を変え、人を殺してまで追いかけた権力ってのは。誰も本当の俺のことなんか見てくれちゃいなかった。まあ俺自身弱くて醜い自分が嫌で必死にもがいた結果がそうなったんだろうけどな。それは違いますよ若。おやさん、荒川の親父とは沢城の頭だけや、ずっと本当のあんたのことだけ見てたんですよ。俺もそうです。無所出て最初に青木亮って人間を見たとき、それが荒川雅人だってすぐ分かりました。間違えるはずがない、大事な人なんですから。またお得意の家族愛でも語るのか。ちげえ、そんなんじゃねえ。あんたがどんなに悪いことしても、なんで最後まで荒川のおやっさんも沢城の頭も俺も放っておけないのか。そりゃな、理屈じゃねえ、心の根っこの部分でつながっちまってるからなんだよ。好
人が嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。誰も本当の俺を見てねえだとふざけんな。みんな放っておけねえんだよ。放っておいたことなんて一度もねえんだよ。あんたのことよ。おやっさんやっさんは城の頭の気持ち、いい加減分かれよこのバカ野郎が。一あんた嫌がるかもしれねえけどよ、やっぱり若と俺は兄弟なんすよ。だから若には死なないでほしいんすよ。俺お願いです、お願いですから分かってください。お願いです。心配かけて悪かった。私は今から自首する。後の整理は、いや、もういい。好きにしてくれ。うわわわわわわわ、ひどいじゃないですか青木さん。私は信じてたのに。青木さんの正義は漂白された真っ白なものだと信じてたのに。でもまだ間に合う。本当の正義は勝つんです。よく来てくれましたね、堀之内さん。なるほど、君だったか、匿名の呼び出し人は。確か神奈川県警の足立ですよ。免許センターにいましたが、
定年間際に懲戒免職を食らいましてね。あれ、ついこの間の話ですよ。俺のことは覚えてるでしょ。立場上自由な時間が短いんでね、本題に入ってもらえないかな。で、東京の近江連合にはまだ逃れている罪があると、そういうことだったか。ええ、俺はその証拠をミレニアムタワーにある荒川組の事務所で見つけました。あなたがご存知かどうか。もともとそこには青木知事が荒川真澄殺害を示唆する音声データがあるとされていたんです。だがそれは春日一番とその一味のブラフだった。近江連合の天道や知事をおびき出し、自白する動画を撮影するためのな。さすが、よく把握されてますね。おや、こちらの若い衆は堀之内さんの部下で。警視総監にとって都内の警官は皆部下だよ。ごもっともで。それは音声データはブラフでしたが、荒川組を家探ししていた天道たちは実は別の面白いものを見つけてしまったんですよ。平たく言や荒川組に買収された者たちのリストです。何？先日横浜で殺された荒川真澄は2年前の産経作戦から間もなく3億円という大金を方々へ送金していたようです。表には出せない賄賂ですよ。その金の流れを逐一記録していたリストが組の若頭である沢城のパソコンにデータとして残っていた。それがこの中に入っています。まあこんなもんが急に出てくるとは。ひょうたんからコマというんですかな。おや、少し顔色が悪くなってきましたか、警視総監。荒川真澄の3億は海外の口座などへ複雑回帰に散らばった後、あんたや他の警視庁幹部たちの口座に収まっていた。近江連合が神室町で活動するのを目こぼしする見返りとしてね。だが巧妙に隠されたその金の流れもこのリストを読みながらであればはっきり追うことができる。で、その裏取りさえできたら現役の警視総監はじめ幹部たちが収賄で逮捕って流れになる寸法です。この男を捕らえて持っているものを全て確かめろ。どうした、さっさとしろ。今さらジタバタしても遅いって。バカだね。もうとっくに警視庁の監察に送っといたよ。その腰が重くならねえようにマスコミ各社にも同じものをちょちょいのちょいとね。はったりだ。それでは君に何のメリットもない。懲戒免職にされて金もないだろうに。いや、残念ながらこれははったりなんかじゃねえよ。勝利宣言だ。総監、警務部監察官よりお話があるとのことです。お前ら、あんたたちが荒川からの金を受け取ったのは全部が全部私利欲のためじゃない。急に途上会が消えちまった神室町の治安を守る必要にも迫られてたはずだ。荒川が近江を引き入れるのを黙認せざるを得ない状況もあったんだろう。そういう意味では立場的な大義名分もあったんかもな。でも総監、なんだ。ただその大義名分のついでにあんた自身も自由に使える金を手に入れてたんだろ。数百万、数千万、いやもっとか。まあデータを細かく見りゃわかる。賄賂を配って治安悪化の責任からも逃れつつ
そこから抜いて小遣いまで手に入れる。やっぱり出世する人は違うね。結局自分の保身のためだったんじゃねえか。昔から変わらねえな、堀之内。貴様、俺はなずっとあんたのその顔が見たかったんだ。これは罠だ、策略だ、誰かの仕業だ。ああ、話せ、お前ら何をやっている。そうか、最後に一つ聞いていいですか。18年前の大晦日の晩、無礼なヤクザがカムロ町のクラブで絡んできたのを覚えていますか。何の話だ。いや、結構です。一番、沢城城の刑期が決まったな。終身刑だって。なあ、今おやっさんたちにもその報告してたとこで。荒川正人は、まあ、結局親父が沢城と知らされねえまま行っちまったな。荒川真澄も正人が息子だと思ったままか。DNA 鑑定？うん、そうよ。荒川との親子関係、きっちり DNA で鑑定してもらえよ。十中八九間違いねえんだろ。尊敬するおやっさんこそ俺の唯一の父親。そう言えんのは嬉しいだろうし、安心できんだろ。やだね、俺の親父は二人いんだ。桃源郷の店長春日次郎と荒川真澄。血のつながりがどうのと確かめたとこで、その二人が親だってことは何も変わりやしねえ。変えたくもねえ。そっか。お前らしいな。あ、いたいた。ちょっと何やってんの二人とも。もう始まるよ、荒川親子のお別れ会。よし、行くぞ。久しぶりだな、春日。ねえ、そちらのことは伺ってます。蒼天堀で警備会社を立ち上げたとか。ああ、
極道やったもんが急に組織を解散させられて行き場なくしとるんや。それを見越して下準備だけは整えとった。本来なら荒川さんも手伝ってくれるつもりでいた。はい、俺もそう聞いてました。そしたらお前もどないや、春日。お前の親父さんのやり残した仕事や。大阪に来てそいつを手伝ったらいい。島野の狂犬ってな、思ったより随分まっとうなこと言うんすね。今日だけはな、その反動で明日から100倍暴れてるわ。せっかくのお誘いですが、俺の居場所はこの偉人町です。俺が来てからこっち神室町じゃ鳴かず飛ばずだった自分は、この町でかけがえのない仲間を持つことができました。けど俺はまだその恩を一つも返せちゃいません。行き場のねえ人間に何かしらの受け皿が必要なのは、偉人町も蒼天堀と一緒です。だからおやすさんのやり残した仕事はここでもやれるって俺は思ってます。そうか。なるほどな。それで、いや、ナンバが心配してたからさ、春日君が元登場会にスカウトされちゃうかもって。だがそれは言うなって言ったよな。でどうなったんだいその話は。あんたこの町を出てくのかい。さっちゃん代わりに言っといてくれ。何度もシラフで言えるかよ、あんなこと。あのね、ほう、そんなこっぱずかしいこと。本当にそんな風に言ったのか、あいつ。春日さんらしいではありませんか。よ、もしかしてそのかけがえのない仲間たちって俺らのことか。もちろん私も入ってんだろうね。そこまで行きゃあとは上しか行く道がねえ。どん底から見える景色ってな、真っ暗じゃねえ。
地に足つけて上を見上げるや希望で輝いてんだ。あんたの言う通りですよ、若。いやー、面白かった。感動した。いや、感動しましたね。まあ、セーブはしておこうか。いや、なんか、いろいろ言われてますけどね。面白かったですね。結局、その自分が楽しめりゃいいんでね、ゲームなんてもんは。いや、楽しめましたわ、がっつり。まだあるんだよね、でもこれちょっと。ミレニアムタワー、ファイナルミレニアムタワーだっけっていうのがあって。まあそこはまあなんだろう、強い敵がどんどん出てくるみたいな、おまけみたいな感じか。なんで多分もう一回ぐらいおまけでもう一本ぐらいやると思います。あのね、蝶の絆イベントもまだ最後の見てないしね。そんぐらいかな。次のおまけでラストですね、龍が如くは。はい、いやー面白かった。楽しめました。ここまで見ていただいてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ではまた。